今日は生配信ということで、なんとみんな大好き、ヒゲ男爵の樋口くんがね、出てくれるということで、さあ、というわけで、もう早速ね、スタンバイしてくれてますからね、呼び込みましょうか。というわけで、本日のゲストはヒゲ男爵の樋口くんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。久しぶりやな。あ、出た。もう切られた。早っ。さすがピークを知る男。いや、もうあれも終わりましたけどね、もう。え、ピークも終わりましたよ、あれ。今、スギちゃんがやってんじゃないですかね、もしかしたら。いや、何をサンミュージックで持ち回ってんねん。そう、ダンディさんからね、小島よしお、我々と。小島来て、ヒゲ男爵でスギちゃんと。はい。いや、ありがたいです、本当に。いや、素晴らしいね。お久しぶりです。お久しぶりです、本当に。元気？はい。いや、本当、コロナ禍に入って、多分お会いしてないですよね。してない、してない。うん。まあ、その前からさ、そんなに言うてもさ、会う機会もなかった。ああ、まあ確かに。まあほら、ヒゲ男爵なんてもう、ライブもね、こう出てないし。うん。なかなか仕事でも一緒になれへんもんね。そうですね、確かに。うん。だから、なんか、ツイッターとかでは動向知ってるけど、ああ、はい。もう全くプライベート的なとこ見えてきえへんもんね。で、まあ今ね、また飲みに行くこともできないじゃないですか。そうそうそう。かつてはな、ほんとしょっちゅう飲みに行ってたけど、ですよね、お家も近かったですし。樋口君が中野坂上に住んでた頃ね。はい。うん、そうですね。10年ぐらい前ですかね。俺たちの青春の、ホルモン商事がもう潰れてしまったよ、もう。いや、もう、ホルモン商事の味が忘れられなくて。あそこもうね、建物潰してるよ、もう。え、そうなんですか？そう、この間通ったら。そうだからな、韓国料理屋さんとか行くと、うん、鍋が食べたくて、いろいろ頼むんですけど、やっぱ。違うよね、味がな。違いますね、やっぱね。何が違うんですかね、あれね。多い時週5ぐらいで行ってたよね。行ってましたね。で、最後になんか、サービスでアイスが出てくるっていう。はい、一部入ったアイスが。そんなことしてたの多分もう10年ぐらい前で、もっと前かもしれない。いや、もっと前、15年ぐらい前ですか、もしかしたら。そんな前か。はい。ええ、もんやで、ほんまに。ツイッター見てるけど、もうなんかワインのことしか書いてへんやん。どうなってんの？でも最近本当に、いや僕もだからそのコロナ禍に入りまして、もうほとんどコンビの仕事はないんで。ないやろ。はい。もうだから去年はもう地方営業とかもうゼロっすからね。あら。はい。ゼロ。ゼロっす。だからまあ僕は僕で、まあ男爵さんはテレビ出たりしてますんで、たまにつけると、ああ出てるみたいなのあるんですけど、僕は僕でちょっとワインでいろいろやらせてもらおうかなと思って、ちょっとワイン活動といいますか。なんかそのワインで、そのオンラインワイン会をやったりとか。オンラインサロンみたいなのもやってるよね。はい、オンラインサロンも始めまして、樋口くんの日本ワイン会っていうのを始めたんですけど、いや、これ俺ギネスに申請したら多分世界一になると思うんですけど、コロナ禍入ってオンラインワイン会を毎週やってて、正月1週だけ休んだんですけど、明日で52回目ですね。こんだけオンラインでワイン会やってる人、俺多分いないと思うんですよね。それ、一応、はい、毎回、決まった参加者いるわけでしょ？参加の方が、まあ、毎回、参加できる方と、まあ、お休みされる方もいらっしゃいますけど、まあ、大体10名から20名ぐらいの方が参加していただいて、で、毎回、週によっては作り手の方に参加していただいて、そこのワイナリーさんのワインをみんなで飲みながら解説してもらうっていう会なんですよ。はい。お笑い好きとかじゃなくて、もうガチのワインファンなんや。いや、もうガチのワインファンですし、あれだったらもうワインのプロの方とかが結構参加していただいてて、酒屋さんだったりとか、あとはワインスクールを主催されてる方だったりとか、ソムリエの方とか、そういう方が多いです。じゃあちょっと、ワインの知識がある程度ある人の勉強会みたいになってんねん。ああ、そうですね、確かに。はい。で、僕がおすすめしま、これ美味しいですよとかで、僕のワイン会でしか飲めないワインとかも出してくれたりするんです。おい、主催すな、主催を。いや、ちょっと偉いことになってきたんです、本当。ありがたいことに。面白いなぁ。すげえなぁ。じゃあもう、お笑いとワインの配分で言うたら、仕事量10-0ちゃう、今。今、10-0っすね。そうなんですよ。いや、だって、もともとさ、そんなにお酒飲める感じじゃなかったじゃん。そもそも。そうなんですよ。ね、藤井さんだからそれこそホルモン商事とかでご一緒させてもらってた時は、僕も本当ビール2杯ぐらいしか飲めないぐらいで。チャミスルの水割りとかね、僕その一番後輩だったんで、それ作っててみたいな。で、後輩だから、藤井さんとか、まあ竹山さんとかいて、飲むじゃないですか、皆さん。で、後輩だから、自分で作るから、めちゃくちゃ薄めに作ってたんですよ。だけど、ワインのことを勉強して、まあワインスクールに通って、で、そこからワインの魅力にはまりまして、で、これが本当に飲めるようになるんですよ。あ、そう。へえ、はい。ちょっと飲んでみたいっていうのがどんどん、知識欲というか、で、勉強するから、まあ、ほんとこれぐらい分厚い教本を覚えなきゃいけないんですけど、ワインエキスパートの資格って。で、それ勉強してるときに、いっぱいカタカナの畑とかいっぱい出てくるんですね。で、それのワインが目の前にあると、すごい飲みたくなるんですよ。で、ワインスクールの場合だったら、飲み込みはしないですよ、テイスティングって。口の中に、まあ、香り嗅いで、口の中に入れて、口ペって、時に出すんですけど。で、それは酔っ払わないと。だから、ソムリエの方とかでも、中にはお酒弱い人結構いるんですって。で、逆に、お酒弱い人の方が、アルコール度数も分かんなきゃいけないですよ、テイスティングで。12% から 14% なんですけど、大体ワインって。それで自分で、あ、これは14以上あるな、とかっていう。だから、お酒弱い人は分かるんですよ。アルコールが強いと、あ、これは14以上あるとか。ちょっと待って、はい、お笑いのこと喋ってる時よりめちゃくちゃ饒舌になってるやん。そんな喋るイメージなかったけど。いや、ちょっとワインのことは止まんないですよね。本当溢れ出てくると言いますか。はい。だから本当に、そこでワインスクールでワインの勉強してたら、やっぱりその、いいワインというか、いいお酒って酔わないって言うじゃないですか。あ、言うね。だから、ちゃんと作ってるワインというか、お酒って、本当に、あ、僕でも全然酔っ払わない、悪酔いしないんだなっていうのがあって、で、ボルドーって、フランスのボルドーっていうのがあるんですけど、はい。で、そのボルドーのワインって、格付けシャトーっていうのがあって、51シャトー、1級から5級まで格付けされてるんですね。で、それは本当に細かい、製造のルールとか、規定がいろいろあって、それを、ちょっとでも、ルールを守ってないと、本当に名乗れないですよ、そのワイン。だから、ちゃんと規定に、で、その、ボルドーというのはそうなんですけど、で、そのボルドーの中でも51シャトー、メドク格付け51シャトーってあるんですけど、1級から5級まで。これは本当にもう品質が素晴らしいって言われてるやつで、まあ、51種類あるんですね。そう、51種類というか、51シャトーって言うんですけど、で、一回僕、ホリエモンさんのワインのイベントに呼んでいただいて、トークショーみたいなのやらせてもらったんですよ。で、自分の番が終わって、その違うブースで、ボルドー、メドックの格付け51シャトーの、が飲めるブースがあったんですね。これいいっすね、みたいな話してたら、スタッフさんに、あ、樋口さん演者だから、チケットいらないですよと、ぜひ、試してみてくださいって言われたんですけど、その51シャトー飲めるメドックの、まあ飲み放題みたいな感じなんですけど、これ格安なんですけど、5万か6万なんですよ、そのチケットが。じゃあ自分の出番終わって、そこ行って、そしたら、すいません、俺ずっと51って言ってましたね。61シャトー。それ間違えてんの分かれへんか。ごめんなさい、61シャトー。ちょっと僕もう飲んじゃってるんです。すみません。61シャトー、メドック格付け61シャトーで、が、その飲めるっていうコーナーがあって、で、僕そこ行ったら、1時間しか時間なかったんですよ。1時間かと思って、1時間で61杯ってなかなかしんどいじゃないですか。そうやな。だから、1級から飲んでいこうと思って、それこそ1級の格付けのワインは、1本10万ぐらいするんですね。で、ちょっとこれはなかなか飲めないしと思って、もうとりあえず体に入れたいと思って、気がついたら僕、61シャトーを1時間で飲み干したんですよ、全部。1杯ずつ。もうだから、わんこそば状態ですよね。1分に1杯かって。もうそれ、例えばテイスティングで出したりとかじゃなくて。いや、もうそれも全部飲みたかったんです。はい。体に入れたくて。で、それで全部飲んで、で、その61シャトー覚えるのも結構大変なんですよ。試験に出るんで、1級から5級まで全部覚えなきゃいけないんですよ。このシャトーは、何級ですかとかっていう問題が結構出たりするんで、で、その覚えたやつが全部61シャトーが目の前にあるから、それは飲みたいじゃないですか。まあな。で、それ飲んで、で、普通にその日電車で帰れて、次の日も全然大丈夫だったんですよ。あ、もういいお酒なんや、こんな。だからやっぱちゃんと作られたワインっていうのは、日本ワインもそうですけど、やっぱりいいお酒は酔わないですよ。弱い僕でも全然大丈夫です。めちゃくちゃワイン語ってるやん。あれやろ、だってもともとはワイングラス持ってるキャラやったから、それちょっと勉強しようかなみたいな。もともときっかけは、まあボジョレ・ヌーボーの解禁に毎年呼ばれてたんですよ、僕ら。あ、うん、やってるね。で、大体いつもスーパーとかで、ジュース入れて、ルネッサンスみたいな2人でやって、ボジョレ解禁おめでとうございますみたいなイベント出てたんですけど、ある年に、品川プリンスホテルの格式高いボジョレ・ヌーボーの解禁に呼ばれまして、でお客さんにフランス大使館の人とか結構いるようなとこだったんですよ。でみんな本当に飲みながら楽しんでるみたいな感じで、まあ、ルネッサンスやってで、今まで1回も聞かれたことなかったんですけど、MC の方に「今年のボジョレのお味はいかがですか?」って聞かれたんですよ。で、うわ、こんなこと初めて聞かれたなと思って、で2人ともワイン知らないんで。これなんか言わなきゃと思って、僕がとっさに、いやー、今年のやつは重たいですねって、これありえない、全く逆のこと言っちゃったんですよ。ボジョレ・ヌーボーってチャーミングで、その軽やかなワインなんで。そうよね。飲みやすいよね。フレッシュ&フルーティーを楽しむっていうワインなんですけど、逆のこと言っちゃって。で、普通逆のこと言うとウケるじゃないですか。けど、めちゃくちゃ滑って、本当に変な空気になったんですよ。で、それ通訳されて、いや、これはちょっと、まあ多分来年もまた呼んでもらえるだろうし、まあ違うところで、これはちょっと勉強しなきゃいけないなと思って、で、まあ僕、スケジュール的にも結構暇だったんで、だろうね。いや、だろうねって。で、ちょっとワインスクール通ってみようと思って、で、ワインスクール見学行ったんですね。で、いろいろ見せてもらう、こういうカリキュラムで、みたいなやってます、みたいな。で、毎週木曜日何時からっていうそこの授業に入っても、僕はこういう仕事してるんで、スケジュールとかあるんで、ちょっと行けない時はあるんですけど、みたいな。ああ、じゃあ違う曜日で全然大丈夫なんで、まあ結果、同じ曜日で僕解禁賞だったんですけど。で、そこ最初の何の格好つけやってん、ほんなら。で、見学させてもらってる時に、事務局の方に言われたのが、うち結構 CA さんとか多いですよって言われて、で、僕、本当はその日入る予定なかったんですけど、気がついたら名前書いてて、早いな。その学校入って、スクール入って、テイスティングの授業とかあるんですけど、そこで僕はちょっとこぼしちゃったんですよ、ワインを。倒しちゃって。うわってなってたら、両サイドからハンカチ来て、右からジャル、左からアナでしたね。本当にいるんだっていう。国際線の CA さんとかが、フライト前とかに来てんですよ。本当に？いや、本当ガラガラ持ってきてましたから、え、今からフライトですかって言ったら、はい、これからみたいな。あれ、プライベートでも持ってんねや、ガラガラ。ガラガラ。いや、そっからだからあれですよ。今からフライト行くっていう仕事の。そう、あれ、空港を歩く用のカバンやと思ってたのに。いや、違う違う。家から多分。で、僕はワインエキスパートっていう資格なんですけど、CA さんとかはソムリエの資格が取れるんですよ。ソムリエって働いてないと取られんねんな。あ、そうです。飲食店というか、お酒を提供するようなサービスを伴うお仕事の方が3年以上働いてるとソムリエの資格が取れて、で、それ以外の方はワインエキスパートっていう。その2個しかないの？大きくは。あ、まあそうです。今は、はい。で、さらに、もっと難しいやつはあるんですけど、それどれぐらい勉強して取ったのそれ、ワインエキスパート。エキスパートは、いや、一応、一発で、1年で。1年に1回試験で。1年に1回です。本当に時間あってんな。ありました。で、人生で一番勉強したんです、僕。おうおうおう。もともと、勉強のポテンシャルがあるもんな、ひいちゃんは。いや、まあまあ、受験はずっとやってきてた方ではあるんですけど。だって、すごい優秀な高校出て、大学入ってるもんな。いやいや、まあまあ、その高校はね、本当に周遊館っていう、県立高校なんですけど、福岡の。で、僕、それまで本当に、公文とか小学生の時やってたんで、数学めっちゃ得意だったんですよ。で、その周遊館っていうとこ、まあ、ギリギリ入れて、僕、本当に、そんなに頭良くなかったんですけど、入れて、まあ、偏差値が72なんですよ、まず、高校が。すごいよ。本当に、たまたまそこ入れて。で、僕らの年で、ベビーブームで100人ぐらい定員が多かったんですよ。そうよね。で、そこに入って、で、一発目、まあ、国語とか英語とか、まあ、いろんな科目ありますけど、数学は僕、公文ずっとやってたから、小学校6年の時に、僕、高1の数1やってたんですよ。おー、はい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 。で、公文の当時、小学校の時に大会で、僕、小学校5年生の時、九州大会で2位になったんですね。すげえな、俺。っていうぐらい僕、数学で自信があったんで、当時全国模試で真剣模試っていうのがあったんですけど、で、高校入って一発目真剣模試、数学バーって解いて、そしたら、偏差値がね、まさかの90超えたんですよ、偏差値が。そんなことあんの？はい。普通、まあ70とかじゃないですか。だから90ぐらいって、いや、これはさすがにうちの高校でも、まあ10番以内とは言わないけど、うんうんうん、まあまあ数学だけだったら結構上位にいってんじゃないかなと思って蓋開けてみたら、100位以内にも入ってなかったんですよ。だからうちの高校で、要は偏差値、その数学90以上の人がめちゃくちゃいたんですよ。もうそれで僕はこれもう勉強しても無理だわと思って、で結局、高校1年、留年してもんな。はい。で、そのおかげでね、高校ダブリ芸人っていうのに出させてもらいましたけど。っていうぐらい、まあ、受験は僕いろいろ勉強はしてたんですけど。漢学やもんな。ああ、一応、はい。一浪してですけどね。漢学なんてもう、我々のところじゃいけんけど、あれやろ？樋口くんとこの中やったら漢学行くのはもう落ちこぼれみたいな感じだ。いや、ちょっとそれは言いづらいですけど。って言うてたよ、なんか。そんなことや。まあまあ、俺なんか絶対、全然手届けへんぐらいのレベルやけど。まあ、東大、京大行く人が結構やっぱ、うちの高校は多かったりするんで、まあ僕は落ちこぼれの方でしたけど、まあ一応なんとか大学は入ったんですけど本当に、それ以上に勉強しました。このワインエキスパート。だから、勉強してる最中に思ったのは、もう一回落ちるともう一回やんなきゃいけないじゃないですか。これは二度とやりたくないと思って、もうこんなしんどいものは一年で終わらしたいと思って詰め込んだんですよ。いや、難しいよな。だってさ、はい、例えば、文字だけの勉強やったらさ、詰め込めるけどさ、はい、その味とかってちょっと感覚じゃない？ああ、確かに。そこもちゃんと当てなあかんわけでしょ？実技があるわけでしょ？そう、テイスティング、2時がテイスティングなんですけど、テイスティングがめちゃくちゃ怖かったっすね。テイスティングってどういう風な試験なん？何本か並んでんの？はい、僕らの時は、ワインエキスパートの場合は白ワインが2種類、赤ワインが2種類、その他のお酒2種類出るんですよ。その他って何？その他って地球上にあるアルコールのが何が出てくるか分かんないですよ。何それ？だから、透明だったら透明で、で、僕、本当お酒全く飲んできてないじゃないですか、その時。だから、透明で、まあこれも勉強するんですけど、透明だったら鼻をまず近づけて、で、鼻の奥にツンときたらアルコール度数が40度ぐらいあるっていう。20度以下だとツンとこないです。そこでまた透明で20以下でとかっていろいろ考えながら、で、味取って、あ、これはなんとかだみたいな。すげえな。僕らの時は、琥珀色の液体が2つ出たんですよ。琥珀色の液体？はい。ちょっと茶色っぽい。で、1個はすぐ分かったんですよ。アマレットっていう、まあそれはすごいすぐ分かるんですけど、もう1個が、コニャックだったかな？はい。で、コニャックとアルマニャックの違いも分かんなきゃいけないですよ。何それもう。なんでワインだけやらせてくれたらええやん。いや、まあけど、すべてのお酒もやんなきゃいけないんで、で、コニャックとアルマニャックの違いは、コニャックはよりピュアで、アルマニャックは雑味があるっていう、それしか。まあけど、それもいろいろ訓練はしてますから。で、ワインはワインで、まあ、ブドウ品種当てるんですね。ブドウ品種と、あと生産国。わかるようになるもんなん、それ。これまあ、大体、まあまあ、その、100% ではないですけど、で、あと、ヴィンテージと、あとは、色調とか香りとか味わいのコメントを選択肢がいっぱいあるんで、そこからフルーツに例えたりするんですけど、それを選んでいく。すごいな、よく通ったね。いやー、これテイスティングは本当怖かったですね。いや、だから僕の場合は本当ワインスクール通い出した時も、一番ビリなんですよ。そのワインのこと何も知らないから。品種のことも何も知らないですし、カベルネソービニョンみたいな。それさえも全く知らなかったんで、で、スクールに来てる人たちはもうもちろんワインに精通した人たちがいらっしゃるんで、結構詳しかったりするんですね。こっからついていくのが最初必死でしたね。すごいな。もう始まってからずっと怒涛のごとくワインのこと喋ってるよ。いや、すいません、すいません。すごい。今、ヒゲ男爵としてはどのような活動状況かも知りたいっていう質問が来てるけど、これはないです。今んとこないですね。はい。今年入ってから相方に会ってないんちゃう？男爵に。あ、いや、この前一回ね、男爵さんのなんかオンラインのトークイベントみたいなのにゲストで呼んでもらいました。なんでゲストやねん。それが半年ぶりぐらいですかね、会ったの。去年はだから数回しか会ってないですね。俺まだ今年一回も相方に会ってないよ。マジっすか？会ってない。あ、そうか、そうなりますよね。なんかえらいご時世になってきたな、ほんま。ね、いやだから本当に僕もまたワインの話に戻りますけど、うん、ワイン会ができないですよ。あってのね。はい。で今まではそのオンラインサロンも月1回集まって都内で、ワイン会をやってたんですけど、それがもう全くできなくなったんで、今はオンラインでっていう。こんなこと言ったら本当失礼やけど、はい、本当樋口がね、サロンのワイン会みたいなのをなんか始めるみたいなツイート見たときに、誰が入んねんっつって。正直。いやまあまあそうですね。うん。だから本当もう何回か本当それ何人集まったんとかってちょっといじる感じでツイートしようかなと思って、はい、ガチでやめてるからね。いやけどなかなかちょっとね増えづらいと今50ちょいです。あ、すごいじゃないそれでも。いや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 全然まあとりあえず100を目指してやってるんですけど今は。うん。はい、あれなんかさっきもちょっとチャットであったけど YouTube 最近更新してへんやろ。YouTube、いや YouTuber だからあれなんですよ、うん、畑に行って畑作業をやってたんで去年1年間は山梨にももうちょっと行けなくてやっぱり。じゃああいうのやってよ俺例えばさコンビニとかで今格安のワインとかでさ、はい、あるじゃんああいうので本当に美味しいワインとかさ、うん、確かにねそういうの教えてくれたりとか、はい、でも結構最近美味しいじゃないああいう安いワイン。美味しいです。そう言われると思って藤井さんにおすすめのコンビニワインを今日買ってきました。何あ、見たことあるこれ。これファミリーマートで売ってます。おお、見たことある。テンフォールズのクヌンガヒルっていうんですけど、シラーズカベルネっていう2018なんですけど、これオーストラリアの。ちょっといただきます。それ今日樋口やから俺ワイン買ってこようと思って忘れとったんだ俺。うん、これ僕も藤井さんにどうしようかな、ちょっと藤井さんこれ買ってくださいって言おうかなと思ったんですけど。忘れてた。これ本当辛口の赤で、もうこれは本当にすごい美味しいです。2000円ぐらいなんですけど。めちゃくちゃうまいです、コンビニワインの中でも。逆にめちゃくちゃ悪酔いするワインも知りたいって書いてるけど。ね、それは言えないです。そうやんな。そうやんな。いや、それは言えないというか、まあ、よくわかんないワインは飲まない方がいいんじゃないですかね。ちゃんと。昔よくな、それこそさ、安いカラオケの飲み放題とかな。うん。そういうとこでさ、調子乗ってワインとか飲むともベロベロになったよね。それありますね。ほら。樋口くんの YouTube の登録者、俺、本当に、藤井ページチャンネルに出たら、はい、ここで宣伝したら、YouTube の登録者数が7人増えるって有名やん。いや、少な。ちゃんと概要欄に樋口くんのところのな、はい、リンク貼ってるから、皆さんよかったら。ありがとうございます。皆さんよかったら。はい、もし、ワインに興味あったら、オンラインサロンもお待ちしてますんで。皆さん。あれ、俺、前、噂で聞いたら、サイゼリアの100円の、はい、グラスワインある、あれめっちゃレベル高いって聞いてんけど、なんかねサイゼリアのワインも僕も聞くところによると、うん、結構なんかいいというか美味しいって言いますよね。飲んだことある？ない？いや、何度かはありますけど、結構そんなワインをやる前に飲んでたんで。あ、なるほどね。はい、うん、そうなんですよ。だから僕はフランス行ったことあるんですけど、それこそワインエキスパートの資格を取って、うん、自分へのご褒美でフランス行ったんですけど、まあご褒美というか。OL か。何が自分へのご褒美結婚したてだったんで、奥さんが「いや新婚旅行は」って言われて奥さんと一緒に行くことになるんですけど、いいじゃんいいじゃん、はい、でお店によっては、うん、ワインがデキャンターに入ってお水代わりに置いてあるんですよ。あ、そうもう赤ワイン飲んでくださいっていう、ラーメンの神楽で言うたらもうニラみたいなもんやな。いやそんなことはないですけど入れ放題ね。入れ放題。なんか、はい、映画とか見てるとさ、こう茶色の紙袋にフランスパンとかと一緒にワインのボトルとかちょっと見えててみたいな、うん、本当にこう気軽に買っていくみたいなイメージあるもんね。はい、カジュアルになんか飲めるみたいなっていうのは、かっこいいなっていう、うん、じゃあ今はもう普通に毎日ワイン飲んでるの今家でも？そうですね、はい、うん、飲んでますね、うん、ワインセラー持ってんの？ワインセラー一応セラーは持ってます。まあちっちゃいやつですけどね。はい、貴族やな普通に。いやそれ散々テルさんに言ってたらテルさんも買ってましたよ、ワインセラー。マジで。はい。佐野にワインセラーあります。あの辺はご当地ワインとかあんのかな、佐野は。栃木の。ね、栃木県はココファームワイナリーっていうのがあるんですよ。足利市に。誰かさっき書いてたな。はい、ココファームのワイン飲んだことありますかって。うん、ココファームあります。すごいレベルの高いワインを作ってますね、ココファームワイナリーの。誰がどの口でレベル高い言うてんねん。いいな、ハマったんやな、じゃあ。余りましたね本当に。でもそれで実際仕事とか来てるわけでしょ？いや、まあ、まだ全然、まあ、ちょこちょこですけど。ちょこちょこなんかやってるやん、なんかそういう感じのな。あと、なんかワインの仕事って言ったら、誰か芸能人でいるの、他に。ああ、まあけど、辰巳拓郎さんが番組やってますからね。あの人は、で、日本のワインを愛する会の会長が辰巳拓郎さんで。あ、そうなんや。僕、副会長なんで。はい。辰巳さんの番組にも呼んでもらったこともありますし。えらいとこ来たな、副会長。もう辰巳さんの次はもう樋口君に回ってくる。いやいやいや、まあ、そんなことはないですけど、まあ、けど、日本のワインを愛する会のイベントとかも、まあ、コロナ前は、年に何回かお客さんをいっぱいに来てもらって、ワイン会とかやってたんですけど、一回夏に、ちょっと、ホテルの屋上みたいなところで、浴衣でワイン会やろうみたいなイベントがあって、いいね、で、辰巳さん、いや、僕、浴衣持ってないんですけど、みたいな話してたら、ああ、じゃあちょっと借りに行こうよ、みたいな感じで、連れて行かれたのが、越野純子さんのお店で、で、敷居高いな。行ったら越野純子先生がいるんですよ。はい。で、辰巳さんと一緒に、試着させていただいて、多分越野さんもワイン好きなんでしょうね。お好きなんでしょうね。ああ、すげえな。で、当日来られる予定だったみたいですけど、まあ、お仕事で来れなくなっちゃったんですけど、で、まあ、衣装提供とか衣装をお借りして、で、浴衣着させてもらって、で、僕、普通の普段の格好でキャップとスニーカーで行ってたら、あなた、キャップとスニーカーは生かしねって言われて、浴衣にキャップとスニーカーで僕当日出たんですよ。へー。まあ、それで司会みたいなやらせてもらったんですけど、周りからは、なんか、下駄まで買うお金なかったのみたいな。いやいやいや、これは越野純子先生のスタイリングなんです、これは。つって。それ言わないとあかんよね。はい、そんなさ、普通にちょっと、普段そういうの着ないイメージのひーちゃんとかがそれやっちゃうとさ、はい、なんかちょっと無礼な感じに見えると、あれやもんね。そうなんです。だから、いや、ただ、その浴衣も、迷彩柄で、ちょっとかっこいいんですよ。へちょっと辰巳さんのおかげで、ちょっと交友関係が。なあ、俺、気象予報士取ってる場合ちゃうかったやん。いや、気象予報士の方がすごい難易度高いですよね。難易度難しいの、難しかった。あれ、どれぐらい勉強したんですか、藤井さん。結果、俺は2年半。半年に1回試験やから、5回目。ええ。まあけど、5回目でも結構早い方でしょ、おそらく。って言われたな。ね毎日ね。ドトールとかで勉強してましたもんね。してた。もうほぼほぼ空いてる時毎日やってて、それでも2年半かかったから、もうちょっと気持ち折れかけてたけどな。もう本当にあんだけ勉強して受かって、こんなに仕事ないと思わんかったけどな。やっぱそう、ハードルがやっぱあるんですか？その、天気を、要は媒体に乗せて言うって。なんかやっぱりさ、そこって、真面目にお伝えせなあかんところやんか。結構言われるのは。じゃあそこに芸人が出てきて、なんか喋られても、それ本当なのみたいなことになってもね、みたいな。いやー、なるほど。だから俺は、選ぶ人間違えたよ。もう、宅建でも取っとけばよかった。いやいや、けど、なんかけど、活かせないですかね。YouTube とかお天気チャンネルとか、やってる人いるんですかね。一時、毎朝8時からお天気生配信つって、10分15分ずつやっててんけど、もう本当にもう、なんぼやってももう二十数人しか見に来へんからやめて。いやー、なるほど。なんかやっぱワインスクールとかでもそうですけど、やっぱ YouTube でそういうことをやってる人とかもいるらしくて、なんかやっぱそういうのはやっぱ結構検索というか、そのね、再生回数は上がるんだろうなと教えると。ああ、なるほどね。はい、試験を、で、ね、その芸人の藤井さんが取りましたよみたいな感じになると、なんか結構ね、勉強、まあけど、本当に数少ない人、そこの母体が少ないですもんね、もともとが。まあそうなのね。はい。僕も本当、山梨の畑とか行って、まあ本当にワイン好きな人が見たら面白いだろうなと思って、ぶどうの冬の剪定から始めるっていう動画をずっと自分でやってたんですけど、これがね、もうなかなか見てくれないというか、だから、そこまで興味がある人、多分ワイン飲んでる人でもだいぶ少ないじゃないですか。日本人全員がみんな飲んでるわけでもないし、お酒飲んでる人も少ないですし、中でもワインっていう人もそうだし、その中から日本ワインを飲んでる人ってまた少ないんですよ。でそっから剪定まで興味があるかっつったらなかなか多分いないと思うんで、だから本当に分母の広いとこ行かなあかんで、それはもう確かにね、もう分母が小さすぎんねんてですね。だから本当僕自分で携帯で撮ってたんですけど、一切僕が映ってない回がほとんどですからねずっとだから農家さんしか映ってないっていう、うん、だからもうさっき言ったみたいに、うん、1,000円以内で、あ、はいはい、例えば美味しいワイン、うん、ベスト何本とかさ、うん、ベスト5とかベスト3だとかベスト5だとかそういう風にしたら結構見てくれやすいとは聞いたことあるけどな。一回やったのがおはぎにどのワインが合うかっていうのをちょっとやってみたんですよ。うん、なんでおはぎやねんなんでおはぎやねんけど全然登録者数も少ないですし再生回数も少ないんですけど、うん、その中では結構評判は良かったです。あ、こういうのを見たかったみたいなっていう人が結構ワイン好きの人は。いや、それやったらもういけるじゃん、はい、その例えば1本用意して、はい、例えば今飲んでるワインでもいいねんけど、うん、じゃあこれにこのワインに合うつまみをファミマの中で探すみたいな。うん、うん、ああはいはいはい。それね、うん、藤井さん僕インスタで結構やってたんですけど。やってんのかよまあけどそんなにまあけどそれはちょこちょこやっていこうかなと思ってるんですよ。いや絶対そういうの見たいもん俺。あ、マジっすか。だからほら同じ店で住むわけじゃん。このワイン買ってこれ買ってこれ買って、はい、じゃあ家でやってみようかなとかさ、うん、それこそチーズとかベタに売ってるし、はい、うん、それはちょっとやってました、あのインスタで。いやもう YouTube でやってくれよもう高見を目指せ。高見動画編集大変じゃないですか。大変、めっちゃ大変、ね、めちゃくちゃ大変っすよね。ずっとやってる俺。いや、わかる。もうなんかちょっと、それはパソコンでやってるんですか。パソコンでも使うし俺両方使うな、はい、スマホでも。最近パソコンが多いかな。うん、もう僕 iPhone しかないで iPhone でずっとやってるともう気持ち悪くなるんですよ、ずっとやってると、うん、しんどいよね。はい、お樋口くんのワインチャンネル登録者数が970人に増えたんです964人から1000人行きたいな。結局おはぎに合うワインあったの。ありましたありました。めっちゃ食いついてくれてるよ、おはぎのワインあ、本当ですか。皆さんよかったら見てくださいいいんじゃない、そのほら季節季節でさ、うん、ひなあられに合うワインとかさ、あ、はい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 、月見団子に合うワインとか、結局あれなんですよ、お肉に合うとかなんかそういうのはもう結構みんなやってるんで、ちょっとこれはその逆張りじゃないですけど、うん、トリッキーなやついった方がいいなと思ってまずはおはぎだと思ってやってみたんですけど、うん、ただその自分で編集していろいろやって時間かけてやった割には思ったほど再生回数が伸びなかったんで心折れたんです。めっちゃわかるわそれで僕も YouTube ちょっとだからまあワイナリーとか畑行けるようになったら、うん、結局自分も勉強になるんで。なるほどな。でそれは全然苦じゃないんですけど家で構えてやるって、うん、結構大変なんですよね。まあほんま言うたらな、ちょっとその、はい、こう若いディレクターとか作家とか捕まえてやってもらって、はいはい、でお互いちょっと儲けれるようになればな。そうですね。だなんか最初その知り合いのディレクターさんにお話いただいて1本目と2本目は作ってくれたんです、ディレクターさんに。ただやっぱり全然再生回数上がらないんで今もう俺一人でやってますね。難しいな。はい、そこでな編集っつってな、うん、ちょっといくばっか渡すとどんどん赤字になってるだけやもんな結局、ね、それでね1万人ぐらい見てくれればまだいいですけど、うん、藤井さんのやつはそのあれなんですか、その収入みたいなのあるんですか YouTube で。一応もう収益化になってて。あ、そうなんですか。わ、すごい。一応まあ登録者数、まあ、1,000 人と 4,000 時間っていうハードルはクリアして、まあ、家賃払えるとかもない、うん、そんなにもない。ただまあやっぱり結構少なからずちょっと収益になってくるとやっぱ張りも出てくるよね。うん、うん、それはあるね。全然違う、うん、モチベーションが全然違うな。何の回が一番再生回数多かったんですかダントツで一番多かったのは、はい、うちの奥さんに「南海キャンディーズの山ちゃん結婚したの知ってる？」急にそれ見ましたよ、それ俺。あれが33万回いやすげえ。けどあれ短いからあれは広告、あれも広告入ってるんですか。でもドア頭にはつくはずやから。ドア頭にはついてるからそれはうんついてるな。いや分かんないもんっすね。まあちょっとね、藤井さんのそのね、先輩の奥さんにこういうことは言うのもあれですけど、また短パンとかがまたいいんでしょうねいやあれ、それあると思いますよ俺。ああそうやな。はい、そういうね。はい、だからそれうちの奥さんのはそれぐらい。あとはもう他も急に多くて2万回とか。あえ2万回いくんですか。すげえ。それはあれ芸人さんに話聞いてるやつ。辞めた芸人さんに話聞く動画元ハリガンロックの大上さんとか、うん、あと野々村ゆき子さんとかはやっぱり再生回数多いな。あ、野々村さんと言いました。あれすごいですね。え、あれは2万ぐらいいってるんですか、野々村さん。2万ぐらいいってんちゃうかな。出てくれたこと自体がありがたいわ、本当に。あ、ですよね。あ、面白かったです、あれ見てて。そうやろ、ひーちゃん。ね、ひーちゃんもうやめたら出てな。いや、わかりました。いや、僕は多分再生回数伸びないです、あんなに。ヒゲ男爵も、一時は、定期的に単独とかやってたけど、あれはなくなりましたね。コロナやからやってない。その前からやってなかった。あ、いや、もうその前から。ちょうどだからワインエキスパートの資格を勉強してる時はちょうどまだやってたんですよ、単独ライブ。うんうんうん。だから、一次試験が終わってから二次のテイスティングの間に単独ライブがあったんで、個人的にはめちゃくちゃ大変でした。はい。あ、同じ日じゃないんや。一次と二次って。いや、違います。はい。2ヶ月ぐらいあるんですよ。一次が終わって、次二次が。それってあれ、一次試験で受かったら二次に行けるみたいなこと？そうです、そうです。はい。ああ、そうなんや。で、一次まではとにかく勉強だけ必死にやって、で、うん、残りのその1次受かったら2ヶ月間でじゃあテイスティングの勉強やろうと思ってたんですけど、その間にちょうど単独ライブがあったんで、あ、やっぱりほら来てるよ樋口君、やめないでっていうコメントがね。いや、やめないですから、やめるなんか一言も言ってないでしょ。じゃあヒゲ男爵は今後はどうなっていくの？いや、まだコロナ収まってね、まだその営業とかに呼んでいただけるんだったら、そういう活動はね、うん、はい、していきたいなと思うんですけど、まあ本当にね、まあこの世の中どうなるか分かんないじゃないですか。いや、もう完全にそれも営利目的のコンビになってるやつ。いや、まあまあ、ネタはね、その2人でやりたいですけど。営業があればみたいな。いや、まあ、その、まあ、ネタ番組とかね。はい。すごい、なんかストレートな質問来てるけど、テレビ出ないんですかっていう。いや、出たいんですよ。出たいんだよ。俺もだよ。じゃあ、ちょっとすいません、出たいんでいいっすかって言って出してくれないんだわ、テレビって。みんな知らないんかな、このシステム。僕出たいですって言って出してくれるもんないよね、あれね。そう思ってるんですかね。男爵は何やろ、コメンテーターとか。まあ、本書いたりとかもしてますし。ああ、執筆ね。はい。で、まあ、ラジオとかもやってますしね。いろいろやってるみたいですね。うん、やってるみたいですね。風の噂に聞いてますけどみたいな感じで。いや、そうなんです。本当に、もう、本当にたまたまテレビつけたら、あ、ミヤネ屋出てるみたいな感じですから。いや、樋口の YouTube なんかもうちょっと伸びしろありそうやねんけどな。なんかね、中田さんにも言われました。なんかサムネが悪いとか、サムネの文字が、なんか誰かに聞いてみたいなっていう。いや、わかる。それはね、俺もめっちゃ言われる。なんかサムネの文字が結構やっぱり、あれがやっぱ大事なんですって、なんか。あかんな、完全に我々おじさんは。はい、ルート P が550円投げてくれて、この額でカッターは出ますかっていう。樋口カッター出た。出た。550円で出ました。ありがとうございます。いや、なんかさ、俺結構本当に需要がありそうな感じだと思うねんけどな。あ、本当ですか。ワインとか。いや、なんか自分で言うのもあれですけど、本当に月々3500円なんですけど、うん、それ以上のことはやってると思うんですよね。はい。まあ、ワイン好きな人からしたら絶対そうだと思うんで。そうやな。DMM っていうところでやらせてもらってるんですけど、DMM のオンラインサロンで、2年ぐらい前、2、3年前に始めたんですけど、当時は、月1回、僕がワインを全部集めて、まあ当日の会費はいただきますけど、ワイン会をやってたんですけど、毎回僕は何万か赤字出しながらずっとやってたんですよ。まあ1年ぐらいとか、まあその、リアルワイン会やってた時は、もう毎回赤字でしたね、僕。はい。本当にワインを2、30本僕が集めてくるんで、最初は2時間で飲もうとしてたんですけど、5時間でも飲みきれなくて、結構参加者の人から、もうこれ以上ワインを増やすのはやめてくださいと。あ、そう。はい。まあ、けど本当になんか飲み比べみたいな感じのことをしてたんで、例えばソービニオンブランっていう品種だったら、じゃあ日本のソービニオンブランを30種類飲み比べしましょうみたいなっていうのを毎月いろんなテーマを決めてやってたら、結構日本ワインのワイン会とかでよく参加してくれる人、参加してる人たちが言ってたのは、いや、これはね、日本一のワイン会ですって言われて、ぐらい言ってくれるぐらい結構。で、言われるとちょっと頑張ろうかなって思うじゃないですか。で、自分で全部ワインとかもいろんなとこ車で買いに行ったりとかして、めちゃくちゃ赤したね。でもあれやんな、ワイン会開いちゃうと、もう、そういう会員が東京とか関東の方に限られたりするよね。そうなんですよ。だからコロナに入って、51回そのリモートワイン会をやるようになってから、結構全国各地の方が入っていただいて。やっぱそうやんな。北海道とか福岡とか九州の方とかもいらっしゃいますし、関西の方もいらっしゃいますし、なんか今それが、そういう方々が増えてますね。はい。そうなんや。自粛生活も悪いことばっかりはなかったんやな、樋口君には。いや、確かにそうですね。昨日もイタリアのフィレンツェの方とワイン会やってましたから。はい、今イタリアロックダウンで大変みたいなんですけど、でイタリアの、フィレンツェに住んでる日本人の方なんですけど、その方が開いたワイン会に呼んでもらって、で日本から、参加してる人もいれば、なんかドイツとかに住んでる日本人の人で参加してる人もいて、で同時にそのイタリアのキャンティクラシッコっていう地区があるんですけど、そこのワイナリーのイタリア人の人とも中継で結んで、なんかそのオンラインワイナリーツアーみたいな感じで、でなぜか僕がそのキャンティクラシッコっていうワイナリーのイタリア人の女性に僕が日本ワインをずっとプレゼンするっていう。やっぱね。ああってなるやろ。メモってました、僕が言ってることを。イタリア人が。通訳とか入ってってことやね。主催の方がイタリア語できる方なんで、通訳していただいて。いや、メモってましたよ。これなんなん、みんなでさ、せーので同じワイン飲んだりしたりするの？あ、そうですね。前もって買ってきといて。はい。で、昨日のやつは、だから、この生産者の人のワインを、皆さんが飲みながら、その話を聞くみたいな。いや、ただ、藤井さん、これはちょっと藤井さんも、どこかで経験してほしいんですけど、自分が飲んでるワインの、ワイナリーとか畑とかを見ながら、その説明聞いて飲むと、めちゃくちゃ美味しくなりますよ、本当。でも、ちょっと聞いてて、美味しそうやもん。あ、そうでしょ？だから、僕思うのが、例えば旅行とか行った時に、お城とか見た時に、お城って普通に綺麗だから、ああ、綺麗だなって写真撮るじゃないですか。ただ、このお城ができた歴史的背景とか知ってたら、より楽しめるじゃないですか。で、その説明を目の前でしてくれたら、おーってなるじゃないですか。同じお城でも楽しみ方違うじゃないですか。そうやな。ワインも一緒なんですよ。俺に何のプレゼンしてんねん。このワインについていろいろ情報入ってくると、めちゃくちゃ美味しくなるんです。知れば知るほど。やっぱ戦国武将とかでもバックボーンしてる方が応援しがいがあるもんな。いや、もうそれと一緒ですよ。生産者のことも知ってると。だから生産者の人のなんかプロフィールとか聞くと、あ、こういう苦労があってワイナリー作って借金とかもあったけど、今こうやって美味しいワイン作ってんだってなると、またくそ感動というか。知らん。いやいや、これ体験していただければ絶対わかります。あ、これ今熱いワインはありますかっていう。もうみんなが手に入りやすいやつで。最近セブンイレブンで、サントリーさんの甲州とマスカットベイリエっていうワイン、甲州は白ワインなんですけど、甲州とマスカットベイリエは赤ワインなんですけど、置いてて、でこの甲州っていうのがね、白ワインなんですけど、普通白ワインって、なんか柑橘の香りってなんかレモンとかグレープフルーツの香りがするってよく言われるんですけど、甲州っていうブドウは和柑橘の香りがするんですよ。和柑橘？カボスとかスダチとか柚子。だから、ポン酢を使った料理にめっちゃ合うんですよ。湯豆腐鍋とかもそうですし、いいね。あとは、秋とかになると、サンマの塩焼き。サンマの塩焼きって、大根おろしとサンマと、あと、カボスちょっと欲しいじゃないですか。カボスとかね、スダチとかね。カボスとかスダチ代わりに、甲州のワインがなるんですよ。これが藤井さん、マリアージュです。うるさいわ。何がマリアージュやね。で、ほんと1+1が3にもなったり10にもなるって言われるんですけど、本当に和食に甲州とかも。で、マスカットベリーエは甘いストロベリーみたいな香りがするんですけど、まあ味は辛口なんですけどね。で、この甘い香りのニュアンスが甘いタレに合うというか、まあ例えば、すき焼きとか。あとは、醤油を使ったお料理とかもそうですし、あとね、ちょっとごぼうとか、根菜系のニュアンスもあったりするんで、筑前煮とか、そういう、まあ、きんぴらごぼうとかもそうですけど、本当和食にめっちゃ合うんですよ。いや、マジでプレゼンうまなったな。昔の樋口を知ってる俺からしたら、もう考えられへん、これ。藤井さん、僕、福島大学でも2時間講義やってるんですよ。昔、滑らない話が、テレビで始まった頃にな、俺に滑らない話の説明して滑ってたのにな。テレビで見て、同一人物と思われへん、ほんま。いや、めっちゃそそるわ。明日ちょっとワイン買うわ。ああ、ぜひぜひ、本当に。セブンイレブンは、はい、その、甲州とマスカットベリーを置いてますんで、まあ、まずは甲州を本当に、お刺身とかも合いますよ。ああ、あ、そう。はい。で、普通ワインって結構鉄分が入ってたりするんで、うんうん、なんか、生魚とかと一緒に合わせると、うん、生臭くなっちゃったりするんですね。あ、そうなんや。うん、この甲州っていうブドウの場合は、もともとその鉄分があんまり入ってないのと、うん、あと、山梨とか行くと、仕立て方が、要は天井にブドウぶら下がってるじゃないですか。ヨーロッパって垣根っつって壁みたいな感じで、うん、結構地面から近いんですよ、ブドウが。あ、そうなんや。こうなってくると、酸化鉄が結構つきやすいんですよ。ただ、山梨のその甲州とかっていうブドウ上についてるから、地面から離れてるんで、酸化鉄もつきづらいんで、非常にこの鉄分の含有量が少ないんで、生魚とかお刺身にめっちゃ、刺身、寿司とかにも合います、お寿司。あ、お寿司ね。あと、おせちとかにも合いますね。おとそ代わりに甲州っていう。これも多分セブンイレブンで2000円前後であると思うんで。手軽に入るんやな。実はこの、美味しいその1000円台の日本ワインっていっぱいあるんですけど、数が。もうようしゃべるわ。そうですよね。数があんまりないんで、なかなかね、その大手のコンビニとかにはなかなか置きづらいんですけど。そうなんや。だ僕、ちょっとその自分の仕事とはあれですけど、そのコンビニとかにも、ちょっとセレクトして置くようなことやりたいなと思ってるんですけどね。いいね。いいね。だからその全部には置けないけど、ここの何店には置いてますよとかっていうのがあれば、なんかもっと広がる気はするんですよ。スーパーとかもそうですし。それこそなんか畑をな、こうなんか買い取ってじゃないけどさ。なんかそういうところから一個作れたらな、テンション上がるのにな。いや、だからそれも、だからその YouTube で、畑取ってる時に、その栽培農家さんに言われたんですよ。井口さん、畑貸すから、あれだったら、ブドウを作ればいいじゃないですかって言われて、俺も、オンラインサロンとか YouTube で、いや、どうだろうと思っていろいろ考えたんですけど、やっぱ、もう向こうに住まないと多分無理なんですよ。作業が。で、結局、人に任せると結局、やってる体みたいになるじゃないですか。だから本当にやるんだってやんなきゃいけないしと思って、で、まあコロナに入っちゃったんで、結局、まあね、できなかっただろうから。ケンキさんとこ住まわしてもらったらええやんけよ。山梨ね。山梨だから。いや、ただなんかね、結構耕作放棄地みたいなの増えてるんで、今山梨では。栽培農家さんの高齢化が進んできて。なるほどね。そうなんですよ。で、それをなんとかしようっつって、結構、都会から、農業やりませんかみたいな。ちょうどいいなら。あるんですよ。クラウドファンディングとかしてる方とかもいらっしゃって。まあ、けどやっぱ、藤井さん見てるとやっぱ大変ですよ、本当。やっぱそうか。めちゃくちゃ大変です。はい。やっぱりいいもん作ろう思ったら手間かけなあかんねやな。めちゃくちゃ大変です、本当に。はい。ただそういう努力を見てると、本当のそこにできたブドウでできたワインはめちゃくちゃうまいですね。はい。いや、めちゃめちゃワイン熱熱いやん。じゃあ終わります。いや、そんな浅い。明日早いやろ？いや、僕が早いんじゃなくて、寝室でやってるんで、奥さんが寝る時間があるんで。そうかそうかそうか。はい。ごめんね。ありがとうね、遅くまで。いえ、こちらこそありがとうございました。いや、ちょっとな、なんか、えらいもんでワイン飲みたなるな。あ、本当ですか？ちょっとね、藤井さんにじゃあ僕がね、おすすめのワインを飲みながらっていう回もやってみたいですね。そうやな、樋口ワイン、また今度改めてやってくれる？はい、ワイン会をじゃあぜひ。あと、樋口くんのワインチャンネル、YouTube 登録してあげてください。よろしくお願いします。概要欄に貼ってますんで。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで、本日のゲストはヒゲ男爵の樋口くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。